はい、あれですよ、トーンの上げ方、オクターブの上げ方についてお教えします。普段の場合こんなんだと思うんですよ。はーい、カップに水入れてさ、ベッドに飲まして、誰もいないんだよ。水みたいな、おっちゃんでも、焼酎の瓶かと思ったけど、石井レモンの殻だったとかでね、その喉をよく通さないといけないんですけど、声ってね、こういう細い喉から出るとしゃがれ声になって、大きなとこから出るといいんですよ。なので喉を広げる、ここに声帯っていう、まあ男で言うと喉仏のところがあって、喉仏でその声にビブラートがついて音色になるじゃん、音の音色で。その喉仏から上に上がってくるときに、その絞りっていうか気道の空気の呼吸ので喉と鼻につながってるんですよね。でここの奥にも琵琶湖に空洞があって、鼻の奥にも、でその鼻腔という鼻の奥の空洞と口の中の空洞、あとその骨とかこう響く音があってですね、鼻から抜ける声っていうのはこんな感じなんです。その部品がどこ行ったか分かりますかみたいな。でこの鼻から抜くのを応用するとね、マイクを使わなきゃいけないんですけど、今マイクはないんで、こんな感じになるんです。鼻とか鼻腔の奥を調整するとポン、ただいまのお客様の状態を確認しましたところ、一部のお客様に例外といわれる症状が発生しております。この例外の内容につきましてはカウンターのスタッフまでお申し付けください。それは鼻腔の奥で鳴らして鼻で薄く抜いてるんです。それか口から全部声を出す場合にはこんな感じ、ウォーウォーウォー、エイエイオー、ワオー、アーアー、ワオーン。それは喉からその口の空間、口の中の通してそのまま息を吐いてるんですよね。でしゃがれ声を出すとこんな感じなんですよ。わざとしゃがれるっていうのは、お前のよ、やってることおかしいだろ。これは喉痛めるのであんまりしない方がいいんですけど、歌い方についてはあまり教えませんけど、まあ、喉を痛めないようにその技術っていうのがあって、鼻から抜く方法ないんだけど、ここ脳の頂点からその音の響きを抜くとこんな感じなんですよ。ある朝晴れた空にっていうのは、まあ鼻から息が多少は出ててもてっぺんからその響きが出てくるような感じなんですね。でオクターブを上げるというのはこんな感じ、いらっしゃいませようこそって言っても誰も喜ばないから、オクターブというのはその音階の何度、その何音階を上げるという意味で全音階半音階というんですけど、いらっしゃいませようこそでいいと思うんですよ。もっと高くするとまた別の話になって、ようこそこちらおいでいただきましたのはお客様の
入場ゲートの、まあ、ちょっと声優っぽくなりますよね。その喉とかその声の鼻か口かでその息を抜くやり方を訓練すると大体うまくなります。な、鼻の奥をもっと響かせようと思うとこんな感じ、トイレットペーパーの交換はこちらの番号までお願いします。お茶の場合は愛変回収の何々です、お困りの方は、まあ、いろいろあります。女性の方がそのキーが高いのでみんながよく聞こえるって言いますよね。だからその可愛いと思えるのはの方じゃなくての方が可愛いと思うんです。